こそスナック MB ガブリエナへ。ママのたかしです。チーママのひできさまです。ニセコのカミューです。3人合わせて MB ガブリエナです。はい、あーパコパコパコ、乾杯しましょう。乾杯、やったー、参りますよ。はーい、せーの、乾杯。ラブリー。あー、Once upon a time。 いや、Once upon a time。 はい、ということで今日も始まりました。いつも始まっちゃうでしょ。はい、今日は昔話を朗読しよう。大好きよ、昔話。昔話いいよね。やっぱりいつ朗読の依頼が来るかわからないじゃない。そうなのよ。あのナレーションの仕事とか ね、あまりに美しい声だからね。噛んでらっしゃる。ということで、あのこちらに用意しました、昔話の本です。はい、あるのがこれは桃太郎。桃太郎、あ、ピーチ太郎。おむすびコロリン。おむすびコロリン、あ、おむすびコロリン。リスンバウシ。リスンバウシ、エスバウシ。赤ずくんちん、あ、レッドずくんちん。赤ずちんちん。はい、こちらの4冊の中からどれか1個を読もうと思うんですけれども、いや、それは楽しいです、ね、ただ読むだけだと多分あの見てる方々が面白くないと思うので、もうもうもう内容知ってるしね、はい、そうですね。こちらゲームにしたいと思います。一体何かしら、こちらの中から、どれか選んでいただいて、こちらにくじ引きを用意しました。で、このくじ引きの中には、読み方の指示が書いてありますね。はい、例えば、まあ、泣きながらとか全裸でとかそういうことが書いてあるので、その指示に従って読み方で読んでいただくというゲームです。あら、はい、桃太郎。本日東京都新宿区で事件が起こりました。昔、ある村におじいさんとおばあさんが仲良く暮らしていました。天気がいい日はおじいさんは山に焚き木を取りに、おばあさんは川に洗濯に出かけます。ボンソワレ、ジャブ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 、さあこれでおしまい。洗い終わって腰を伸ばしたおばあさんはびっくりびっくりしたよ。とても川の上の方から大きな桃が流れてくるってびっくりするね。おやんま、なんて大きい桃。ずっしりと重い桃をおばあさんは川から引き上げました。おじいさんは桃が大好きだからきっと喜びますよ。おばあさん、山から戻ったおじいさん、大喜び。これは食べるのがもったいないくらい大きいな、大きいな。きっとおいしい桃ですよ。おばあさんが切ろうとすると、いきなり桃がボンと割れました。おぎゃー、なんと桃の中から赤ちゃんが出てきたのです。元気な男の子の赤ちゃん。子供のいないおじいさんとおばあさんはとっても喜んで桃太郎と名前を付けました。ピーチ太郎はエネルギッシュなボーイにグローアップしました。グランパとグランマはプリティでたまりません。ピーチ太郎も薪をカットしたり、ヘビーなティングをムーブオンしたり、トゥーピーポーのハンズをシェイキングしたりしました。っていうか、その頃な、鬼ヶ島から鬼がやってきたらしいんだわ、マジで。
だから町とか村をめっちゃ襲ったんだって。マジ怖くない？ほんと無理なのか。私そういうのマジ無理。宝物や食べ物を奪い渡さないと乱暴しますとか、ほんと怖いからマジ無理。ほんと渋谷のセンター街歩きたい。人々が困っているのを見て桃太郎がじっとしてられないって、そらそうっしょ。うちも絶対そうだもん。マジきつい。悪い鬼を退治してきます。あ、悪い鬼、悪い鬼じゃないかもしれないけどね。まあ、退治することはいいと思う。いいと思う、全然いいと思う。心配するおじいさんとおばあさんにも桃太郎はにっこり。おじいさんとおばあさんは心配してるのかな。本当に心配だったら笑わ、まあ、どうなん、戦争みたいな感じなのかな。送り出す感じ。元気に帰ってきますよ。いや帰ってきてよ。帰ってこなきゃだと、おじいちゃんとおばあちゃん一人ぼっちでまたね、桃がまた流れてくると思わないからね。では力のつくきびだんごを作るから持っておいき。きびだんごかよ。もっと力のつくものあるだろ。きびだんごかよ。きびだんごなんだ。すぐにおじいさんとおばあさんはとびっきりおいしいきびだんごをたくさん作ってくれました。気をつけていくんだよ。二人に見送られて桃太郎は元気に出発しました。村外れに来た時、ワンワン犬が走ってきました。どこへ行くんすか。鬼退治に鬼ヶ島だぜ。お供してやっから、そのうまいきびだんご一個くれよ。いいじゃない、たくさん食べなさいよ。あんた山道に来たら生地が飛んできたのよ。大変、私もお供するわ言うて、桃太郎喜んできびだんごあげちゃう感じなんだよね。猿もやってきたんだって。あたいも行く。ほんと？じゃあ力でちょっとできびだんごをめっちゃあげる。仲間が増えて嬉しい。そして桃太郎と犬とキジと猿は海辺に着きました。うん。島が見えるよ。空を見張って見張っていたキジが教えてくれた。犬も本当にアップするとストロングなブラックガードがステンドアップしてます。マンキーがスルスルとランアップしてイントゥーからゲートをオープン。ピーチ太郎はフロントにステンドアップしてベリービッグハウスにインしました。今入ってきたニュースです。桃太郎さんはこう言ったそうです。悪い鬼め出てこい。鬼の方は何だと、ごちそうを食べていた鬼たちが飛び出してきたそうです。さあかかってこい。桃太郎は向かってきた鬼を次々と投げ飛ばしたそうです。力のつくきびだんごで3年できた。犬は駆け回って鬼の足に噛みつきました。いたたたやめろ。鬼たちはお騒ぎ、鉄の棒を振り回します。そこへそれが飛びついて鬼の顔を引っかきました。いたた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 
たちが
綱を落とした。逃げ回りました。っていうか、よくも古文のも痛めつけた的な。鬼の大将とか太い鉄の棒とか振り下ろす感じなんだよね。怖。桃太郎は札よけて棒払い落としたらしいんだけど、まあえいやみたいな感じだよね。受ける。大将を投げ飛ばしました。はい。桃太郎たちは宝を持ち帰ると一つずつ持ち主のところへ返しました。あと少しでおしまいだよ。犬、キジ、サルも手伝って全部返すことができました。